ご視聴いただきありがとうございます。ライセンスサービスです。今回は、普通免許や準中型免許の卒業検定について解説しようと思います。ただし、いつものことで申し訳ないのですが、まだ前編が完成しておりませんので、今回は前半だけのお届けになります。これから普通免許や準中型免許の卒業検定を控えている人に、運転の試験の参考としてご視聴いただければ嬉しいです。卒業検定は、指定自動車教習所の教習をすべて終了した人が受ける運転の試験で、教習所で受ける最後の試験ですが、とても気になることの多い試験ですね。練習した通りに運転すればいいのですが、試験となるとやってはいけないことばかりが気になって、普段の練習で気にならない小さなことでも慎重になりすぎたり、合図が遅かったかなとか、今の信号の判断は間違っていなかったかなとか、運転しながら思い返したりしているうちに、大きな判断を間違えてしまうこともあります。そこで一番気になる、運転の試験を担当する検定員がどのようなことを見ているのか、しっかり押さえておきたい路上コースの運転のポイントはどこか、最後に検定の内容や方法なども解説しますので、安心して試験が受けられるように、実力を発揮できるように参考にしてくださいね。ただし、この動画の内容は、不特定多数の人に向けた一般的な注意事項ですので、各地域の特別な道路事情、交通事情があると思いますので、教習中に受けた内容は優先して運転に取り入れてくださいね。検定員は何を見ているの？運転の試験の採点方法は、運転行動などを細かく分けた減点する項目に従って、受験者が所定のコースを運転する間、その項目が行われた時に減点していきます。しかし、経験の長い検定員は、決して、採点するために減点する項目や基準に合わない要素ばかりを探しているのではありません。検定員が、運転の試験でどのようなことを見ているかというと、基本的な操作ができて、法令を守る気持ちがあるか、安全のための配慮があるかを見ています。そうです。法令を守っているかではなくて、法令を守る気持ちがあるか、安全のための配慮があるかです。運転経験が十分にあるわけではないので、今は交通状況などに応じた最適な判断や行動を選択できないかもしれませんが、基本的な操作ができて、法令を守る気持ちと安全のための配慮を持った運転を習得されていると、運転経験を積めば、きっと安全な運転をされるようになります。走行順路を案内しながらこのような運転をされることを期待しています。実際に、落ち着いて緊張しすぎないで普段通りの運転をされることができる人は、このような期待した通りの運転をされることがほとんどで、減点する項目や基準に合わない要素を探す必要のないことが多いです。極端に言うと、道案内をしているだけの練習のような検定もあります。そして、教習で十分な技量を習得されていることを確信して、成績表に合格の印を入れたいと思っています。このような検定ができるのは、運転免許試験場などで行われる飛び込み試験といわれる受験者の運転技量の程度がわからない試験を行う場合と違って指定自動車教習所の教習をすべて終了した人は熟練した指導員が教習を通して運転するための知識と技量を身につけていることを認めて卒業検定に送り込んでいるからです。長い教習期間を通してそのように繰り返し繰り返し練習を積み重ねてきて、担当した指導員から、運転の知識と技量が身についたことが認められた人たちだから当然かもしれませんね。だから、落ち着いて練習した通りに、普段通りの運転をされることが大切です。それでは次に、検定の方法と内容について概略を解説します。卒業検定当日に、検定コースや運転する車、担当する検定員、受験の順番などの発表と検定実施上の注意事項などの説明があります。わからないことがあればこの時に質問しておきましょう。検定コースは道案内をされるので覚える必要はありません。コースの概要を説明されることもありますが、これはコースを覚えるためのものではなく心理的なゆとりを持つためのもので、検定員の案内に従って運転すれば大丈夫です。もちろんコースを間違えても減点はありません。検定員から元のコースに戻る道案内に従って運転しましょう。この場合、所定のコース以外の運転も採点範囲に入っているので気を抜かないようにしましょう。卒業検定は実際の道路を運転する路上コースと方向変換や縦列駐車の試験を行う場内コースがあります。普通免許や準中型免許では先に路上コースを受けて後で場内コースを受けます。路上コースの距離は普通免許が 4.5 キロ以上、準中型免許が5キロ以上で、信号か一時停止、右折左折、横断歩道、道路の端に停車して発進する課題を含んでいます。
コースによっては坂道が多かったり、車両通行帯のある道路や踏切のあるコースもあります。走行時間は検定コースの距離や交通量によって違いますが、おおむね15分から20分程度です。採点される範囲は奈良市走行といわれる走行区間を除いて、原則として乗車から下車までです。場内コースは進入方向の違う2種類の方向変換と縦列駐車があって、いずれか1つを受けます。方向変換は前進で進入して交代する場所に入って反対方向に出るというものです。交代前や交代中の安全確認をしっかりして、ポールなどの設置物に接触したり縁石などに脱輪しないように注意しましょう。採点範囲は方向変換コースの出入り口部分の採点範囲内に車体の一部が入り始めてから車体の全部が出るまでの間です。なお、普通免許の運転の試験でも、全て場内コースで行う運転の試験である技能審査の場合、例えばオートマチック車限定の解除をする試験では、方向変換の採点範囲は別の定めになっています。縦列駐車は、縦列駐車コースに平行に停止して、駐車範囲内に車体の全部を入れた後に発進します。この場合、駐車範囲内に入ったら検定員に駐車が完了したことを言います。駐車範囲内に車体の全部が入っているときは発進する指示があり、もし駐車範囲内に車体の全部が入っていない場合は、検定員から車体の全部を駐車範囲内に入れるように指示を受けますので、切り返しなどをして入れ直します。採点の範囲は縦列駐車コースと平行に停止してから駐車範囲内に車体の全部を入れ、その範囲から車体の全部が出るまでです。方向変換も縦列駐車も1回の交代で進入したり、1回の前進で離脱する必要はなく、切り返しをして入れたり出たりすることもできます。進入から離脱するまでで1回目の切り返しは減点がないので有効に活用しましょう。ただし切り返しの回数によって減点や検定中止になることがあるので注意が必要です。なお、この場合の切り返しとは、そのまま前進や後退を続けると脱輪や接触する恐れがあると判断して、前進している場合は後退して、後退している場合は前進して進路を修正する運転操作です。最後に合格基準は、運転の試験の採点は減点方式で行われ、試験コースをすべて走り終えて普通免許や準中型免許は100点満点中70点以上で合格です。70点以上の点数が残らなかったり、検定中止という項目に該当してしまうと不合格になります。それでは最後に運転の試験の参考として特に注意しておきたいポイントを中心に解説します。うっかりと忘れていたり気づかなかったり、判断に悩むようなポイントです。参考とした路上コースは、坂道や横断歩道の多い道路で車両通行帯や専用通行帯もあります。路線バスの運行もとても多く、停留所での停止や発進するバスの判断も必要ですが、踏切や路面電車のないコースです。スクリーンは実際の検定を想定して、上に検定員の指示と、スクリーンの下に方向指示器の操作を表しています。特に押さえておきたいポイントでは、映像を停止してイラストなどで解説をしていきますので、参考にしてくださいね。これから検定を始めます。道案内に従って運転してください。それでは乗車して発進してください。車の周囲の安全を確認してから乗車しましょう。乗車したら各種装置類の調節をします。ルームミラーなどの調節を忘れないようにしましょう。調節が終わったら発進の準備をします。特にハンドブレーキの戻し忘れをしないように、ブレーキ警告灯で確実に戻ったことを確かめましょう。発進の合図を出して周囲を確認して発進します。この時、後方から近づいてくる車だけではなく、歩道側の歩行者の通行にも注意をしましょう。もしエンストや発進に手間取った時は、もう一度確認してから発進しましょう。前方の交差点を右折してください。右折用の車線があるので、その車線に進路変更します。右後方を確認して進路を変えましょう。この時、できるだけ中央線に寄せて交差点に入ります。中央線から離れたり、左側へふらついたりしないように、徐行して交差点に入ります。この時、右折方向の横断歩道付近を横断している歩行者などがいないか、横断歩道に近づいている歩行者などがいないか、早めに確かめながら交差点に入りましょう。
ひし形マークの道路表示が見えてきました。この先に横断歩道などがあることを示しているので、横断しようとする歩行者などにアクセルを緩めるなどして備えましょう。歩行者はいないようですね。でも建物の陰に隠れている歩行者にも注意しましょう。この標識と表示は、追い越しをするときに中央線をはみ出してはいけないことを示しています。追い越しそのものの禁止を示しているのではなく、道路の幅が狭く前方の見通しが聞きにくい道路であることから、対向車との衝突事故を防止するために、中央線をはみ出して追い越しをすることが禁止されています。そのため、自転車などの二輪車を追い越す場合であれば、中央線をはみ出さなくても安全な速報感覚が取れるか、速度を落とすことによって、追い越される自転車などに危険を感じさせないように速報を通過できれば、追い越しが可能です。この道路の場合、追い越しを必要とするような交通状況はそう多くはありませんが、極端に遅い自転車などが通行している場合に、追い越しができるのかできないのか、判断に悩むようなことがあるかもしれませんね。気持ちが焦って自転車などに近づきすぎないようにしましょう。いかがでしたか？前半をご覧いただきありがとうございました。今回の動画が役立つ情報となりましたら幸いです。全編が完成次第投稿しますので、またご視聴いただければ嬉しいです。